セオドア・ホール。ロス・アラモス国立研究所での ID バッジの写真、セオドア・アルビン・ホールは、アメリカ合衆国の理論物理学者で、ソビエト連邦のスパイでもあった人物。マンハッタン計画で、アメリカの原子爆弾開発に貢献したが、その傍ら、スパイとして、ソビエト連邦のために活動し、プルトニウムを用いた、原子爆弾、ファットマンの詳細な設計や、 プルトニウムの生成方法といった機密情報を流し続けていた。兄のエドワード・ナサニエル・ホールはロケット工学者でアメリカの ICBM 開発に主導的な役割を果たした人物である。セオドア・ホールは1925年にニューヨークシクイーンズ区のファーロッカウェイ地区のユダヤ系家庭にセオドア・アルビン・ホルツワーグの名で生まれた。生後感もなく家族は マンハッタン北部ハーレムのワシントンハイツに引っ越している。彼の父はユダヤ人であることから大教皇の際に仕事を探すことに苦労したため、反ユダヤ感情を避けるために家族の名字をホルツバーグからホールへと変更している。セオドアホールは飛び級でハーバード大学へ進学し、18歳で大学を卒業すると、1944年には19歳で、 マイハッタン発端計画に抜擢された。研究の拠点であったロスアラモス国立研究所では最年少の物理学者であったという。しかし1944年秋に休暇で故郷に戻った際、ホールはニューヨークのソ連総領事館に行き、ソ連政府に原爆に関する情報を渡すことを申し出ている。彼の死後、妻の女王ンはホールは ロスアラモスで働き始めた最初の時期に核兵器を独占する軍国化したアメリカ合衆国が台頭する可能性に対して強い反感を持つようになったと語っている。ホール自身は知らなかったがロスアラモスで同僚だったクラウスフックス他科学者多数がソ連のスパイとして活動していた。スパイとして活動していた人々の全貌は現在でもわからず。 彼らも互いがスパイであるかどうか知らなかったと見られる。ハーバードでホールのルームメイトだったサビル・サックス及びロナ公園が情報の運び役となった。彼のもたらした情報は他の科学者がもたらした情報を検証する独立した情報源としても使われた。1944年11月付のソ連側文書を解読したベノナ計画の文書。 セオドア・ホールの勧誘と今後の接触継続について書かれているハーバードでホールの学友だったサビル・サックスは共産主義への共感を持った人物であったホールは彼の助力を得て一緒にニューヨークを訪れ身元を調査された末にソ連外交官との面談の席を設けられたホールはこの席でファットマン形原爆の詳細なスケッチを見せこの情報は モスクワの NKVD へワンタイムパッドを用いた暗号で送信された。ホールのコードネームは19歳という若さであったことからスラブ語派で若いを意味する語根のムラッドとなった。ホールは戦後ロスアラモスを離れてシカゴ大学に行き生物学の研究に転校した。ここで彼は X 線による微量分析の重要な技術の先駆者となった。 1962年には、ケンブリッジ大学で働くために都営した。彼は、ストックホルム平和制約運動の署名集めの活動も行っている。1999年11月1日、ホールはイギリスのケンブリッジで死去した。彼は晩年は、パーキンソン病を患っていたが、死因は、腎臓癌であった。長年、 ロス・アラモスでの原爆開発計画に関する情報のほとんどがクラウス・フックスやローゼンバーグ夫妻によって流出したと考えられてきた。ソ連によるスパイ行為がベノナ計画により発覚した後、1951年にホールは FBI による尋問を受けているが、告発されることはなく、ホールに対する権威も公表されることはなかった。 1956年当時の FBI の高官アラン・ベルモントの言うように、ベノナ計画による解読文書は不完全な部分もあり、伝文証拠禁止の原則を犯すため裁判で使う証拠としては問題があるという見解もあった。1995年にベノナ計画のファイルの一部が情報公開されたことにより、ホールにもスパイの権威がかかっていたことが、 明らかになった。1997年にホールが公開した声明文は自身に対する嫌疑は事実であったと遠回しながらほぼ認めている。彼は戦後間もなくの頃の心情について核兵器に関するアメリカの独占は危険であり避けるべきだったと語っている。この独占を避けるため私はソ連のエージェントに 原爆計画の存在を教えるために短時間だけ接触しようと考えるようになった。私は接触がごく限られたものであることを予想した。運が良ければそうなっただろうが、そうはならなかった。彼はスパイ行為の告白とも言える同様の内容を1998年に CNN の冷戦ドキュメンタリーに対しても繰り返している。私は原爆の秘密を ロシア人に渡すことに決めた。なぜなら私には、まるでナチスドイツを作るように一つの国を、軍事的脅威に変え、その脅威を世界に野ばしにすることになる、核の独占などはあってはならない、ということが重要に思えたのだ。これにあたって一人の人間がすべきことには、たった一つの答えしかないように思えた。なすべき、正しいこととは、 アメリカの独占を壊すように行動することだった。彼は死の直前にも日本の NHK の取材に対して病状の悪化のためにテープでの回答という形で改めてスパイ行為の告白を行いスパイ活動をすることは自分一人で決めたと語った。ロスアラモスで原爆の破壊力を知って自問した。アメリカが原爆を独占したら一体どうなるのか。 私には信念があった。核戦争の恐怖を各国の指導者が共有すれば彼らは正気を保ち平和が訪れると思ったのだ。この内容は1999年8月22日に放送された NHK スペシャル世紀を超えて戦争果てしない恐怖第3収核兵器機密映像は語るで放送されている。ありがとうございます。